はい、コズノロシュメビアへようこそ。今回はね、今までとはちょっと一風、ジャンルが変わりましてね、ちょっとこちらの方をご紹介したいと思います。こちらじゃじゃん、はい、プレミアムバンダイから届きました HG ウルトラマンセット01ということでね、今までねジャンプ系のフィギュアばっか紹介してきましたが、ここでなぜかね、ウルトラマンというね、はい、ちょっとジャンルがめっちゃ違うんですけど、まあでもね、これのウルトラマンっていうのがね、まあもう箱、これ段ボールから出して箱が見せられる状態になってるんで、こちら見せます。はい。はい。こういう、このウルトラマンなんですよ。これ確かアニメでなんかね、やってるんですよね。見たことはないんですが、前から気になってはいたんですよね。はい。これがね、ウルトラマンらしいですね。うん。ウルトラマンスーツを着た。はい。どういうやつかわかんないんだけど、自分の世代的に、昭和ウルトラマンなんですよね。はい。なので、これだとウルトラマンに、ウルトラマンセブン。で、ウルトラマン太郎らしいんですよね。うん。なのでね、ちょっとこのねウルトラマンセブンなんてこれ刀持ってんのかっこいいなと思って、ドストライクなところで言うともうセブンぐらいなんですよね自分は。だからめっちゃかっこいいと思って、ちょっと思わず買ってしまいましたね。はい。クオリティもめっちゃ高そうじゃないですかこれね。はい。なのでねこれをね開封したいと思います。まあここに書いてありますウルトラマンスーツ B タイプってね、うん、まあここにね説明が書いてありますね。まあ読まないですけど一時停止してね読んでください。はい。でこちらがねウルトラマンスーツバージョン 7.5、 まあ要は7だよね、ウルトラマン7、うん、まあここにもね書いてありますね、うん、諸星団、あれ諸星団ってあれじゃん、普通のウルトラマンセブンのね、主人公じゃないですか。うん、で、これがね、なんで燃えてるかわかんないんだけど、太郎。まあ、ウルトラマンとは書いてないけど、太郎。という感じですね。はい。まあ、ちょっとこれ見たことないんで、わからないんですけど、まあ、とりあえずね、ちょっとね開けて、一体一体見ていきたいと思います。はい。はい。箱から出してねブリスターだったんで、ブリスターを見ていきたいと思います。こんな感じ。はい。タロウにウルトラマンにウルトラマンスーツ、7.5。 やっぱね思ってた以上にやっぱ小さいな。やっぱ HG だけあるね。ほんとカプセル玩具ぐらいの大きさ、うん、でセブンにだけ、刀がついてますね、うん、こういう感じで入ってました。はい。では早速ね、一体一体見ていきましょう。はい。一応ね、組み立てました。はい。ではね太郎から見ていきましょう。こちらです。はい。いやもう太郎に限ってはねもうクリアパーツなんでもう表情も何もわからない。はい。うん、すごいね、燃えたぎってるね。でもやっぱすごい出来はいいと思いますよこれ、うん、全てクリアパーツすげえな、すごい、うん、綺麗に造形されてます。はい。 いいね。はい。太郎かっこいい太郎。はい。で、次ウルトラマンいきます。はい。じゃん。はい。ウルトラマン安定の出来、
いや、いいね。ウルトラマンスーツ。かっこいいな、この、ちょっとね、メカメカしいスーツ。まあちょっと、アイアンマンみたいな感じ。こういうの好きですね。いや、やっぱ男心をくすぐるね、こういうね、スーツは。いや、細かいね、造形が。これクオリティ高いね。すげえ。細かいわ、造形。塗装もちゃんと塗られてるしね。ほぼはみ出しがない。はい。かっこいい。はい。かっこいいな。はい。で、自分が、期待している、セブン。はい。こちら。いや、かっこいい。もうかっこいい、これ。この刀、あ、すごいね、ブレード。いや、すごいな。いや、素晴らしい。いや、いいね、かっこいい。いや、ほんとね、出来がすごいね。まあ、一応ね、まあ、値段としては、1体がだいたい1000円ぐらいですね。はい、3体で3000円ぐらいかな。いや、これはかっこいいなぁ。いや、ほんとこれを見てね、ほんとちょっと、アニメ見たいですね、これ。いやぁ。これね、一応これ第1弾なんですけど、第2弾も実はちょっと予約してるんですよね。それが多分ね、なんだろう。それも3体セットなのかな？うん。そっちもね、結構かっこいいんだよね。昭和ウルトラマンをね、今風にこうアレンジするとこうなるよみたいな感じなんだよね、もう多分ね。いや、これはちょっと期待せずにはいられない。ちょっとアニメも見たいな。なんだっけ、これ見れるの。Hulu だっけ、なんかの有料チャンネルでね。DVD 出るのかな。ああ、まあまあまあいいか。その前に時間が来ちゃいましたね。はい。ということでね、今回は珍しく、ウルトラマン、こちらをね、3体、HG ですけれども、ご紹介させていただきました。これを見てね、ぜひね、気に入りましたら、チャンネル登録、あとね、グッドボタンお願いします。一応ね、第2弾も、紹介する予定なのでね、はい、お願いします。では、今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。